今、重たい荷物を運ばせたいと思います。
さあまずは小円部の切断です。大変の高精度ロボットであれば姿勢に問わずこのように精密な加工が可能です。続いて姿勢変化を伴う3次元形状の切断です。このように3次元形状の加工もとても簡単です。そして動作速度毎分30メートルの高速切断をご覧いただきましょう。さあいかがでしょう。このように大変の高精度ロボットは高速切断においても高い奇跡精度を発揮できるのです。これ何でこっちに行くの？